あ、でもここは最終的に多分、なるほどね。じゃあこの二つをなんとかしないといけないってことか。なるほど。じゃあまずこっちから行きましょうか。んこれどうやって押すのまあ、とりあえずちょっと見てみよう。はい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 。これどっか透明になってるとか <laughs> そういうわけでは。 ござらん,のんこれをぶっ壊す何かしらがいるってことかなとりあえずじゃあもう1個の方行ってみましょうかこっちうーんとこれははい岩が元の位置に戻ったああ積み防止ねえでもこれも無理じゃないえっえっどういうこと積みましたねこれちょっと待って一応見てみようかここは特に何も nothing な,なるほどうーん はい、あれからちょっといろいろあのー、時間かけて調べたんですけどどうやらあの石なんか隣の部屋と連動してるっぽいんですよねなのでえー、っともう来ないよねえこれでまあ、本来押せないんですけどこの中央のこっちの部屋とこっちの部屋がどうやらえー、っと連動しててだから向こうの部屋だとここに壁があったんですよねだから押せないんですけどそれを えーとこっちに2個押してで隣の部屋に行くとよいしょこういう感じではいえー、っと連動してるんでちょっと待ってそれをあの利用して前こっちもえー、と2個え二2個2個でもいけないなじゃあんこの場合どこに行けばいいんだ上に2回右に123回 <laughs> 上に2回右に3回。 上に2回のできなくない <laughs> あれこれどうすんのそしたらえっとあと2回上に押せないのかあと ?2 回 ?2 回か本当は4回押したいけど多分4回も押せないから3回じゃなくて2回とえー、っと12回これでいいのかこれでもう1回向こうに行ってで今度はどうすればいいなこっからえー、っとま, <laughs> またちょっともう1回戻んないといけないでしょ右か左かちょっとちゃんと見てからやってくださいってごめんなさいえー、っと反対側か。 反対だねえっと右側に一番右まで押し寄せていけばいいのか一番右でね一番右までやってでこうしますよねでえー、っと真ん中までやればいいんじゃないかな <laughs> こうして一番奥の真ん中にあおまいガーえっとここをこれで止めるで向こう行けば大丈夫なはずいやなんか一つ言っていいですかなんか先生編 とてつもなく難しい気がするんだけど気のせいですかね気のせいだといいんですけどでこれでえっと向こう行けばおそらくスイッチが押せると思うんですがあ押せそうよかったこれでどうなるこれでエレベーターが動くとかかな OK よしじゃあ行きましょうこれちょっと待ってセーブしとこう時間かかっちゃうからこういう時って大体青に出てくるんでしょ知ってるんやで何回青にやってると思うんですか 前までビビレだったけど、だいぶ青鬼が慣れてきましたよ。来るなよ。これ、ちょっと待ってこ、こっちにしてこ。来ない来ない。おお、オッケー。イエースおー、にこれ、びっくりしたわい。ゆっくりだねー。なんだ、なんかもうちょっと警告音かなんか出してよ。何も怖くないじゃん、ちょっと。こんなゆっくり来ないでください。エレベーターに乗ります。はぁ、あ、はあ、まさかあんなのがエレベーターに捕まってた。え、あれもしかして警告音鳴ってた なんか警告音しなかったよね急校車の屋上まで行けば、非常階段から逃げられる。あと少し。てんてんてん。ふぅ、うん、<laughs> いやー、そんなん大したことあったの。あこれがあれだ。えっと、過去の話ですね。いやいやいや、すげー盛り上がった、マジで。あー、疲れた。なんで私まで。あれあれねおかしいぞー。どうしたの、コナン君。ニケちゃんがいなくなっちゃったどこ行ったんだろう。いや、仕方、ネズミは放ってお、OK、け。捨ておけ。 連れてきたのちょっと探してくる。早いな。すごいな。友達がちょっと行ってくるねって言った瞬間の先生の瞬間速度ね。<laughs> 瞬間速度というか。さ、あの <laughs>、あ、ちょっと待ちなさい。ほんとにあいつらなん、なんで来たんださあ。ええあ、お兄さんグッバイだ。あ、これが、あの、牢屋にいた子たちか。なんで俺を、俺たち置いてったんだみたいな感じで言ってた学生か。つった。 いいたみたみねお <laughs> 戻りまーす早く先に進みましょう嫌ですちょっと待ってこれ <laughs> 過去のあそっかこれが現代かもう青鬼の巣窟になっちゃったって感じびっくりさーなに助けてこんな彫刻っていうか石に掘ってる時間あったら <laughs> 掘られているだもんね <laughs> なんか 紙に書いてあるとかじゃないもんね。めっちゃ時間かけてるよね。なにこれ。はちょっと待って、これ調べていいかな調べても特にない。ちょっと待って、えっ、ー、と、ニケちゃんまず見よう。まずニケちゃんチェックから入りましょう。まあ、骨になってるでしょう。ペットのケージが置かれている。中には何もない。なるほど、何もなくなったか。そしてここは特に何にもなんない。え、もしかして、こっから青に出てきたりするのかな でここは特にえなんだこれは何かしらあるでしょ絶対ここなんかここに飛び降りるみたいなアクションが後々出てくると思うのででじゃあ今度こっちここは何もないわいや何もないイコールあるでしょ知ってるんやでこれはん肩に文字らしきものがある読み取れないうんこれは押せない通れないで <laughs> ところどころに響かれてる。あ、ハンマーを見つけてこいみたいな感じかなじゃあちょっとハンマー取りに行きましょうか。おそらく、ね、青にといったら結構ハンマーが多刀されるイメージが多刀っていうか使われるイメージ。壊れる寸前だ。はい、入れ。うば、ま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 、びっくり、パっ。えーと、じゃあちょっと、こっちなんかアイテムあったんだよね、前は。ない。じゃあ上行きましょうか。上行く。 えっと、上は屋上だったんだけど、あ、どっちから行こう下から行くべきか上から行くべきか。いや、でも、<laughs> やっぱり、まずは、大体の人、上行くと思うので、上行きましょう。んなんか、アイテムがある。なんだボロボロだけど、何かに使えるかしら。木材か。なるほど。えなにこれあれなんでこれ、宙に浮いてんの <laughs> あれ、前って、浮けなかったよね。<laughs> まあいいや、行こう。 これ絶対青鬼来るでしょここ通れる通れない。行き止まりかなああ、扉ある。特にないから入ります。開けない方が良さそうね。なんでそれわかるの <laughs> 青鬼がいるって察知能力があるのかなえーと、じゃあ、普通に行きますか。下でいいのかなまた扉かなんか、鍵かなんかゲットしてくるか、それ、やばい、どうしよう。 ど、ど、どう,しようあこっか、お客さん、大丈夫大丈夫たけし君、私は何も悪くないわ。あなたが勝手に死んだだけよ。そう、さしてくれたけし君。あなたお荷物だったの。そう、よし、いなくなくったたけしの亡霊はいなたなったわ。<laughs> よし、じゃあ、下行きましょうか。えー、っと、こっち入ってから、ちょっと一応、セーブだけさせてください、俺が、いってします Thank you、okay.。welcome えーっと。<coughs> ここはんどこだここはこれは選べない動かせないこれも特に関係やっぱりさこっから下にさっきの大穴がここに続いてて一気に下まで降りてきれるみたいなそんな感じかなんあんあベランダかなるほど何にもないえう <laughs> びっくりした、びっくりしたびっくりしたびっくりしたほんとにびっくりするからさ びっくりする気せん。オッケー。ちょ、待って、本当にやめるんだし、やめるんだし普通にびっくりしたし <laughs> 本当にびっくりしたしこっから青鬼が来る。どっか道があったのか、ここ通りに来れるってことかなここここあ、通れたなるほど、なるほど。隠し通路みたいな感じがあったんだね。結構初見殺しじゃないっすよ。<laughs> わあ！ここかなるほど。あ、これもしかして、痛い、なんで <laughs> 入れなかったでゲすよ。これメニューバグやればさ、このコウモリオニの、このイベントなんか避けられそうな気がしますけどね。これ、こうして、動かす。おらあダメかこっちよしです。ダメスふーよしじゃあちょっとこっち行って、入れないのか屋上に向かいましょう。いや違うんだって、この下にあるさ、あの、幻のステージに先生で行きたいんだけど、ダメか。 ここ、入れたりしない実は。実は通れたりしないでいけですね。OK です。じゃあ屋上行きましょうか。いやー、行きたかったな幻のステージ。この下にある。それでは。拓郎いるかなちょっと,とりあえずセーブして。ここといえばもうエンディングが近いイメージ。んよし、これで通れます。行きましょう、タクロおひろし君タクロこの声は

どこまでだこれ、タク郎どこまでついてくる感じ結構ついてくる感じあ、結構ついてくる感じね。OK。えー、こっからもう一回戻ればいいのか。めんどくさいな。<laughs> 結構行ったり来たりさせますね。じゃあ、まあ、ああのタクロは確定なんでしょう。多分。で、ヒロシがいるのかなそれともヒロシとすれ違いになる設定なのかどうなんでしょうか果たして。本編だとね、ここ、ん何 非常階段が別のルートを使う。あ、壊れてるってことかギャラリーの奥に行ってみましょう。この階段の下がエンディングなんですよね。で、こことかも調べることができない。こっちはギャラリーってどっちギャラリーの奥行ってみましょう。こっちか。な <laughs>、なんで他のところ調べようとしないのかな